皆さんこんにちは、伊豆です。本日もプロスペースやっていきます。本日はこちらホークス純正のガチオーダーをご紹介していこうというふうに思います。はい、というわけでですね、ホークス純正、かなり久々かなというふうに思うんですけど、スピーリーグの時にしたかな、なんですけど、今回ね、年末というところで久々にねオーダー紹介しようかなというところです。で、他の球団もね今後していこうかなというふうに思います。ちょっとね年またいじゃうかもしれないんですけど、全球団ね、自分がやってる純正別アカウントですけど、ご紹介しようかなというふうに思っております。それでは早速オーダーご紹介していきましょう。ドンと。まずは野手からですね、ご紹介していきますと。じゃあ外野からいきますか。レフト近藤さんというところって、弾道ラインドライブミート82、パワー76、走力69っていうところですね。称号ついてるというところなんですけど、守備もめちゃくちゃいいっすね。この B の70っていうところで、一応センターを守れるんですけど、センターはね、自分は柳田さん守らせているので、全然柳田さんの守備いいやつ持ってない方なんかはですね、センターとかでもありなのかなというふうに思ったり、結構ね、ホークスラインドライブ降格っていうところでいい選手多いんですけど、その中でも守備がいい分ね、頭一つ抜けてるのかなというところはありますね。ゴールデングラブ取ったんでどうなんですかね。ちょっとさすがにね、センターの適性来シリーズ落ちるかもしれないんですけど、また守備適性アップっていうところも期待できるんじゃないかなというところですね。で、特殊能力強くて、超アベレージヒッター、広角打、崩壊、チャンスというところで、自分はね、あんまりミート打ちしないんですけど、結構最近ミート打ちにいいって言われてますね、アベレージヒッターだったり、広角打、崩壊、チャンスっていうところって、本当にね、使用感いいので、ホームランもね、結構出るんじゃないかなというところですね。パワーもしっかり上がってくれるというところです。はい、レフト一択かなという感じですね。で、続いてセンターは柳田選手というところです。ちょっと特殊とか中途半端ですけど、自分はね、この侍の柳田さんを使っているというところですね。写真変えないと使えないんですかね、まだ。どうやったかな。でも、一応使えますね、これも。で、能力見ていくと、怪力ミソついてますけど、ミート85、パワー87、走力81っていうところで、パワーがプラス3されているっていうところですね。で、守備適性がね、センターの B の75っていうところで、これが一番いいシリーズですね、守備っていうところでは。75結構違いますね、やっぱり。最近の柳田さんもね、使ったりもするんですけど、やっぱ守備範囲っていうところは結構違うのかなっていうところです。75は本当に広い。特殊してないですもんね、多分。メインポジション上がってないので、プラス2くらいできるのか。強いですね、77って考えるとね。で、特殊能力はアーティスト、広角打法、チャンスというところで、ホークス純正でね、柳田さん持ってる方で柳田さん外すっていう方は少ないのかなと。あんまいないっすよね。ほぼいないんじゃないかなって感じですけど、自分はこのセンター B の柳田さんを使っているというところですね。続いてライトが佐々木誠選手というところで、ダッドラインドライブミート81、パワー76、走力81っていうところです。で、守備適性がね、かなり良くて、ライトはね、74の B で守れるというところです。で、センターレフトもね、B で守れるのって、かなり汎用性も高いというところですね。結構近藤さんが来る前とかやったらね、レフトっていう使い方もあったのかもしれないんですけど、近藤さんもね、レフト B で守れるのって、誠さんライトでいいのかなというところですね。で、補給スライン方もかなり高いという形になってます。で、特殊能力が超ラインドライブチャンスメーカー回初球というところで、本当に最強の1番バッターなんじゃないかなというところですね。続いてサードはココボさんというところで、弾道アーティストミート79、パワー81、走力66っていうところですね。で、守備適性がメインはね、セカンドなんですけど、自分はサードで使ってるというところで60ですね。で、捕球が68、スローイング66、肩が62というところで、守備はぼちぼちかな。特殊能力が超アーティストチャンス満塁男というところで、前のシリーズ何やったですかね。存在感チャンスやったんですね。でも全然能力こっちの方が高いのかな、確か。ミートも元のステータスで高いと思うので、そこら辺は、っていう感じですけど、やっぱりアーティストっていうところでサード、欠かせないのかなっていうところですね。続いてショートは今宮選手というところで、弾道中弾道ミート70、パワー71、走力78っていうところですね。で、守備適性かなり良くて、ショート A というところですね。で、捕球も74、スローイン50、肩が90というところで、結構守備はね、えぐいっすね。最近の今宮さんも守備 B とかあると思うんですけど、やっぱそれと比べてもね、かなり違いますねっていうところです。あんまりサード、セカンド、ファーストで使うっていうところはないのかなっていう感じですね。で、特殊能力がチャンス20、走塁、ローボールヒッターっていうところで、あんまりね、打席立たせないんですよね。基本的には守備要因っていう形で置いてます。続いて
セカンド本田さんというところで、弾道低弾道ミート77、パワー55、走力84というところですね。で、まあ、守備適性が76っていうところなんですけど、あのね、本当に自分結構他の球団で守備の選手使うんですけど、藤田さんとかね、走力ね、本田選手高い分、藤田さんの守備とかより範囲広く感じますね。うん、まあ、それくらい守備範囲は本当に守備って言ってもいいんじゃないかなっていうくらい広いという感じですね。で、まあ、特殊能力、超盗塁、二重丸、チャンスメーカー、走塁っていうところで、まあ、基本的にね、本田さんも守備要員なのでここに代打出すっていう形になります。続いてファーストは明田さんというところで、弾道ラインドライブ、ミート70、パワー70、走力70というところで、これ全動値決まってますというところですね。はい。で、まあ、守備適性がね、ファースト B の71っていうところで、やっぱここはね、買いが効かないのかなというところですね。守備っていうところですね。はい。で、まあ、特殊能力もかなり強くて、超チャンス、二重丸、固め打ち、広角打法というところで、最近中ランドですよね、最近出てるシリーズはね。ただ自分はラインドライブ版残してるっていうところで、まあ、ちょっとね、イレホ選手とかと迷ってるんですけど、まあ、ちょっと現状はこの使い方でいこうかなというところで、明田さん入れてます。まあ、もしね、大会やるとかなったら、スピリッツ解放またするんじゃないかなというところですね。で、まあ、DH は門田さんというところで、弾道アーティスト、ミート79、パワー84、走力52というところです。でまあ、守備は、うん、DH なんで関係ないのかなというところですけど、まあ、基本 DH かなというところですね。で、特殊能力が超アーティスト、チャンス界存在感というところで、今年どうですかね。なんか変わってましたけどね、アップデートで。うん、まあ、アップデートで変わったのに出ない、その年出ないとかも全然あったので、まあ出てくれたら継承したいなっていう感じですね。はい。かなり必須なのかなと。うん。アーティストはやっぱりね、純正やってる上では取っておきたい、まあスタメンに入れたいピースなのかなっていう感じですね。はい。まあと、まあスタメン野手はね、このような形になってます。で、まあベンチ見ていくと、まずは栗原さんですね。ここは、まあ、基本的に代打要員っていう形です。で、これ同値決まってますけど、高弾道でミート75、パワー75、走力71と。で、まあ、守備はね、まあ、基本的にね、セカンド、ショートの代打に出すんですけど、うん。まあ、それでも結構、他のポジション守れるっていうところで、まあ、汎用的に使えるのかなっていうところですね。で、超広角打法、選球眼界、粘り打ちというところで、まあ、しっかり能力も上げてくれて、広角の高弾道っていうところですね、結構使用感いいのかなというふうに思っております。代打2番手ですね、井口選手というところで、弾道、高弾道、ミート83、パワー78、走力82っていうところです。で、まあ、守備適性が67の C というところで、うん、まあ、結構井口さんもね、守備範囲は B くらいあるんじゃないかなっていう感じはしますね。で、特殊能力が広角打法、アベレージヒッター、盗塁というところで、うん、まあ、ここもね、基本的にはセカンドに代打を出して、守らせるっていう形になってます。続いて、ベンチ3人目は、牧原さんというところで、弾道中弾道ミート80、パワー70、走力80というところですね。でも守備適性がね、かなり優秀で、セカンドショート B で守れて、センターも B で守れると。で、サードも特殊したら B 行くのかな。うん、まあまあまあ、これはね、めちゃくちゃ使いやすいですね。うん。基本的にはショートにつかせるんですけど、まあ先にセカンドを代打出してね、そこセカンドボンダで終わった時とかにセカンドにつかせたりもしますね。はい。で、特殊能力は超チャンス20まで走塁内野安打っていうところで、まあ、ステータスも高いですしね、全然2巡目で回ってきても打たせれるという形になってます。では4人目は井出穂選手というところで、弾道パワーヒッター、ミート76、パワー80、走力48というところです。で、まあ、守備適性がね、59、これメインプラスに上がって59になってます。で、特殊能力が超広角打法、固め打ち、下位、対左投手というところで、うん。まあ、ここは基本的にね、明さん、ファーストね、明さんが、能力めっちゃきついっていう時に代打出そうかなというふうに思っておいてますというところですね。まあ、基本的にはね、明さんに打たせるのかなというところなんですけど、やっぱスピリッツね、だったり、まあ、特殊能力出なかったりっていうところで、代打出したいなという時に出そうかなという感じです。まあ、やし、こんな感じですね。うん。まあ、打順も見せておきましょう。1番佐々木さん、2番近藤さん、3番小久保さん、4番柳田さん、5番野村さん、6番門田さん、7番明さん、8番本田さん、9番今宮さんというところで、絶対に野村さんを紹介してないというところですね。弾道アーティスト、ミート80、パワー83、走力54と。では守備適性ね、うん、結構走られますね。だけどまあまあまあ、別に自分は走られても何とも思わないのかなというところです。で、まあ、特殊能力が星20丸、存在感、下位、アーティストというところで、超特殊能力がね、星っていうところで、まあ、結構能力上がりづらいんですけど、まあ、存在感、下位とアーティストで上げてくれるよっていう感じですね。うん。まあ、そんなとこです。はい。で、まあ、打順戻って、
8番9番にね基本的には代打を出すのかなというところです。まあ場合によってファーストにも出せるよという感じですね。まあ、それ以外のとかね出さなくていいっすね。守備も良くて打撃もいいっていうところだったり、まあ、アーティスト替えが効かないところだったりっていうところなので、まあ、基本的に、6番までは代打出さないのかなという感じですね。はい、とまあこんな感じになってます。野手ね、あんまりねもう変わんないと思ってるんですけど、まあ、まあ別にいいのか。山川さんねホークス決まったので、まあ、ファースト入るんじゃないかなっていう感じですね。まあそこら辺かな今後っていうところはね、はい、まあ次行きましょう。はい、続いて投手見ていきましょう。このような形になってます。まず先発から見ていきましょうか。先発千賀さんというところで、まあここね動画出しましたけど、まあまあまあさすがにね、活躍してくれるんじゃないかなと。長奪三振賞ね強いんじゃないかなというところで、球種的にはストレート、カットボール、スラブ、フォーク、スプリームにツーシーム、スロースライダー、カーブ、縦スライダーっていうところで、まあ、これがね2段階上がってくれるので、この変化球がねまあそこは強いのかなと。でまあ長奪三振賞出てなくてもやっぱりそこ意識して打席立つとは思うので、かなり強いのかなというところですね。続いて2番手和美さんというところで、自分はね結構和美さん評価してますね。まあスピリッツっていうところもあるんですけど、現状のね結構和美さんは強い方と当たってもぼちぼち抑えれるのかなっていうふうに思ってます。はい、まあもちろんね打たれる時は変えるんですけど、まあ球種見ていくとストレート、スライダー、カーブ、フォーク、シュートにちっちゃいフォークっていうところでフォーク2種で抑えていくよっていう感じですね。でまあ特殊能力、奪三振20丸切れ、対強打者というところで、まあ、風見さんがね奪三振賞になったらねマジで強いと思いますね。ただね今年ならなかったっていうことは、まあ来年以降もならないのかなっていう感じはありますけど、まあここら辺は強すぎちゃうのかなっていう感じではありますね。はい、続いて和田さんというところで、これは2021シリーズ2ですね。能力見ていきましょう。球73、制球75、スタミナ73というところです。球種見ていくとストレート、スライダー、カーブ、サークルチェンジにツーシーム、カットボールというところで、まあやっぱりこのシリーズが一番強いのかなっていう感じはありますね。スライダー変化量4とカットボール2っていうところがね個人的には強いのかなというふうに思ってます。コントロール持ちでスライダー3、カットボール1の年とかあるんですけど、自分はそれよりこっちの方が強いのかなと思ってますね。スライダーとカットボールの元の変化量的にね、なんで自分はここ継承しちゃったっていう形なんですよね。球特殊能力が伸び20丸、タイピン近い球持ちというところで、しっかり能力も落としてくれますし、タイピンチあるというところで、結構和田さん強いって言ってる方多いですよね。自分もね投げてる時は思いますね。打ってる時はあんまり苦手じゃないんですけどね。まあまあそこはいいでしょう。次行きましょう。4番手武田投手というところで、979、制球64、スタミナ80というところですね。はい、まあここもやっぱスピリッツっていうところで使ってますね。現状ストレート、スライダー、ドロップカーブ、縦スライダー、シュートにカットボール、ナックルカーブ、チェンジアップというところで、意外とね超高速やとドロップカーブ、ナックルカーブ強かったりしますね。でまあ特殊能力はキレ20までタイピンチ援護というところで、まあ、しっかりタイピンチもあるっていうところで、まあここが一番最初に変わってくるかな。次強い投手が来たらっていうところではね、なんですけど、まあ現状入れてるっていう形です。まあぼちぼち抑えてくれるかなまあちょっと厳しい気もしますけど、まあ現状入ってるっていう形ですね、スピリッツ的に。でまあ5番手東浜投手というところで、980、制球66、スタミナ78というところですね。でまあ球種見ていくとストレート、スライダー、スローカーブ、フォーク、シンカーにカットボール、ナックルカーブというところで、球種強いですね。まあ結構その球種もぼちぼちなのかなっていう感じなんですけど、特殊能力にね超タイピンチ20丸があるっていうところで、ここをさらに2段階上がってくれるというふうになるので、強いですもんね。やっぱり変化量が、5ですね、ピンク、赤色か、赤色になってくれるので、でシンカーはピンク色ですね。変化量6っていうところで、まあやっぱタイピン出たら強いなっていう感じですね。それまで結構打たれるんですけどね、やっぱタイピン発動したら別格になるのかなっていうところです。はい、まあ、現状この5人ですね、先発は。まあまだね、荒垣さんとか最新やったら荒垣さん入ってると思いますし、まあ、その辺は結構スピリッツ自分はね優先しちゃうんで、スピリッツ解放の素材もあんまりないんでね。では中継ぎ見ていきましょう。1番と森福投手というところで、ここもね獲得したというところなんですけど、ストレート、高速シュート、高速スライダー、スラウという感じで、でまあ特殊能力、超大ピンチ20丸切れ替え、奪三振というところで、やっぱ超大ピンチ発動した時のね、高速スライダーとかそこら辺はね結構打ちづらいんじゃないかなという感じですね。
自分はあんまり対戦したことないんですけど、やっぱ投げてて結構ね詰まってくれたりするのって強いんじゃないかなというふうに思っております。で、まあ、2番手が松本勇樹投手というところで、なんか同値決まってますけど、球種見ていくとストレート、高速スライダー、スラーブ、スプリット、シンキングファストにナチュラルシュート、カットボール、カーブというところで、うん、いやなんかねこのシリーズめっちゃ強いですね。なんか何が強いんやろうっていう感じなんですけどね、うん、やっぱぼちぼちの変化量あって、ナチュラルシュートとかも強いですしね、なんか強いんですよね。打てないですもん自分もね。でまあ特殊能力がキレ20までタイピン近い対右打者というところって、やっぱ横の変化も多いですしね、高速スライダー、カットボール、スラーブというところだったり、ナチュラルシュート、うん、シンキングファストもなんか変化量1でいやらしいですしね、スプリットも変化量4あると、うん、本当になんか組み合わせっていう感じですね。はい、ではまあ次行きましょう。3番手モイネロというところで、まあここはやっぱ外せないのかなというところですね。ストレート、高速スライダー、カーブ、縦スライダー、サークルチェンジというところですね。で超タイピンチ20までキレ、奪三振というところで、シリーズ2とかね存在感になってると思うんですけど、まあそこ当てたら継承したいなという感じですね。うん、まあ、ただ現状当てれてないのでシリーズ1になってるというところです。でまあ4番手が藤井さんというところで、エキサイティングですね。うん、一応ねシリーズ2の藤井さんも当ててるんですけど、まあちょっとそこ自分まだ使ってないので使ってみてっていう感じではあるんですけど、まあ現状藤井さんエキサイティングの入れてますと、まあ、一応2体持ちしようかなというふうには思ってます。やっぱねこのフォースラと縦スラっていうところの見分けっていうところはまだ全然難しいんじゃないかなというところなんですけど、結構ね新しい方のフォースラもねいやらしい回転してるんですよね。回転とか曲がり方とかね、どっちも使えたらめちゃくちゃいいんですけど、まあ、どっちかってなると、まあ、ちょっと難しいところですね。はい、で、超合速球キレ、熱気というところですね。で、抑えが五十嵐選手になってます。ストレート、カットボール、ナック、スライダー、フォークに、チェンジオップベース、スライダー、スラーブ、スプリットというところで、まあ、あんま投げさせないんですけど、大会の時とかぐらいですけどね。ですけど、まあ、そこで結構いい感じで抑えてくれたりしますね、やっぱり。うん。まあ、変化量、もうここもなんか組み合わせな気がします。松本さんみたいにね。なんかめちゃくちゃ強い球種があるわけじゃないんですけど、やっぱ組み合わせで抑えれるっていう感じの投手なんじゃないかなというところなんで、まあちょっとこのシリーズはいつのかな、去年一昨年かなんで、また最新出たらね継承したいなという感じですけどね、またスピリッツ解放してでも使うんじゃないかなというふうには思っております。はい、でまあ一応ベンチに石川さんいますけど、まあ、ここもね先発で使ってもいいんですけど、まあ中継ぎにいてもいいのかなっていう感じではありますね。うん、ちょっとここ難しいですけど、先発強いかな石川さん、まあ、難しいところですけど、まあ中継ぎでも強いのかなっていうところで、一応現状はねベンチ置いてますけど中継ぎに入れようかなっていう感じですね。でまあ他の候補で言うと、まあ、ランク戦とかやったら杉内選手入れたりするんですけどね、あとはまあ育成いっちゃいましたけど古川選手だったり節さんだったり、うん、千賀さんはねちょっと本当にもしかしたらこっちのタイピンチのバージョン使うかもしれないですし、田上選手はマッスラになってますしね、うん、まあ、使うならこのシリーズ強いんじゃないかなというところですけど、はい、まあ、入らないかなさすがにね。でまあ杉内さんも、うん、最新だったらね入ってきてもおかしくないのかな、 TS バージョンねだったり、まあ、加山さんもねここ入れますね。森福選手が、スタミナない時に入れようかなと思ってたり、あとは森選手も十分強いですし、それとこれ動きますねっていうところだったり、まあ、坂東選手もなんか2スプになってるのかな最近、最新だとね、うん、出そうですけどね、どうなんですかね、わかんないですけど、はい、まあ、このシリーズでも十分強いのかなというところだったり、まあ、泉選手もね移籍しちゃいますけど、まあこの球種に超タイピンチあるというところだったり、加山さんこれ最新のなんですけど、うん、まあ、ここはぼちぼちかなっていう感じでは思ってますね。でもあとはレイ選手もここもスピリッツ解放してあげたら全然使えると思ってますというところだったり、まあ、荒垣さんはさっきも言った通り最新だったらね先発で使ってるんじゃないかなというところだったり、又吉さんの A ランクマジで当たらないっていうか、まあ最近出てないですけど本当に幻突したらありなんですけどね、はい、まあそんなとこか、現状使えそうなところはですね、あとは藤井さんどうなんですかね、ここちょっと育成してまた動画化しようかなというふうに思ってるんですけど、泉さんもなんか当たったりしますけどね、はい、で石川さんはね縦カットどうなんですかね、ちょっとうん
縦カットついただけで強くなるかなでスプリット変化量落ちてますしね。うん、縦カットなんかめっちゃ強いって言ってる方多いんですけど、あんまり縦カット、いやでもなんかね、やっぱ意識してないと強いのかもしれないですけどね。うん、いやでもやっぱ自分は意識しますよ縦カット。なんでまあ、うん、そんなになのかな。カットボールの変化量も落ちてるかなだったりね、うん、まあちょっとそこは難しいところなのかなというふうには思いますね。まあこっちの方が強い気がするんですけどね、スプリット変化量大きい方が強いのかなと思ったり、うん、まあそこら辺はまた石川さんもね2体持ちしようと思ってるんで試していけたらなというふうに思っております。まあそんなところですね。はい、まあオーダーこのような形になってますというところで、まあちょっとね喋りすぎたかもしれないんですけど、うん、まあちょっとご紹介したかったので、はい、最後まで見てくれた方はありがとうございますというところですね。またね今後他の球団オーダー紹介していきますし、ホークス純正もね今後どんどん強化していこうかなというふうに思っているので、ぜひ興味のある方はチャンネル登録してみていただけると嬉しいです。では、イズでした。お疲れ様です。